の名前を発表します。一つ目、対決1はジェスチャークイズ、イエーイ。さあさあさあ、やってまいりました、お得意のジェスチャークイズのお時間です。今回は千葉ならではのお題をご用意いたしました。キャラクターのみんなが一つ紙を引いてもらって、答えたいの？ダメです。ジェスチャーをしてもらうのはマスコットのみんなで、チアのみんなが、それを見て答えてもらうという形になります。なんといっても千葉県にまつわるジェスチャーなので、ちょっと難しいかもしれないんですが、頑張ってください。こちら1問、お時間は30秒間になりますので、チアのみんなはもうどんどん答えを言ってください。で、正解すれば1ポイントになります。では早速、1番、ズーちゃん。あら、自信ないの？千葉県のこと知らない？そんなことないでしょう。では早速お題のボックスカモン。では今からズーちゃんに、すいません、これじゃないです、ごめんなさい、これね、もう終わったんです、ごめんなさい、すいません、ね、なんか説明不足でごめんなさいね。はい、働き者だな。じゃあズーちゃん、こちらから1枚引いて、チームのみんな見ないでよ、チームの2人は見ないでもらってよく働くなまた渡すシステムなの？なんか勝手に決まりました。じゃあズーちゃんと、お姉さんだけ見ますので、ファンの皆さんは何かはわからない状態でジェスチャーをお楽しみください。チーム、同じチームのね、M スプラッシュの2人は見られませんからね。ちょっと見せて。なんで拒否権はないです、拒否権はないですよ。ちょっと待って、ズーちゃん、そんな聞き分けのない子だった？なんか違うの忘れた、違うの忘れた。じゃあこれにする？じゃあこれ見てみましょうね。じゃあズーちゃんのお題はこれならいいでしょう、ね、はい、はい、決まりました。では制限時間30秒間になります。じゃあメンバーのひよこ、いいですか、準備はいいですか、ゆうな、準備はいいですか、マイク使ってどんどん答えてね。では制限時間30秒間です。ズーちゃんのジェスチャータイム、よーい、スタート。さあ制限時間30秒間、千葉県にまつわるジェスチャーです。分かったらどんどんいっちゃって。菜の花、